過去を現状の分見せてやるとしよう。大したもんです。この間まで逃げ回ってたとは思えない見事な布陣だ。天下に残る反葬儀の勢力が全て劉備のもとに集ったと。ならばこその陣容だろう。いやしかし最後に残ってるのが袁紹でも孫権でもなくあの劉備とはね。何かっつうと逃げてばっかのやつが。まあ、はじめはこちらも董卓から逃げるようなありさまだったがな。なあ、毛徳。懐かしいな。だが、ここに至って天下の力はこのわしと劉備とに集まった。ならば今英雄と呼ぶに足るのは奴とわしの。その雌雄を決するのだ。お前たちにも死力を尽くしてもらうぞ。無論だ。父よ、国言です。倒し、乱世に終止を打つ。総理の英傑たちよ、今こそ死力を尽くす時ぞ。燃え尽くしてやれ。今の我は天下最後の戦。なんだぜや曹操を尽くしてやれ。その波動をくじくのだ。ただ毛徳の道を開く。いつもどうぞ。炎の上で犠牲を制します。さあ家計部隊、火を放ってください。この程度の炎を恐れることはない。家計部隊を束ねる者を探し撃破せよ。炎を溶断とし、二の矢を放ちます。超運動に見せるようにして。大丈夫ですか？これを使ってください。おお、素晴らしきお働き。お助け出しくださるか。さあ来やがれ。お前なんかひとひねりだ。我が知恵が手に挽回できたか。この失態、恥じ入るばかりです。どうか力をお貸しください。狙うは敵本陣の壊滅。皆、この長子竜と共に駆けよう。我が知恵だけは決してやり挽回できるか。ダメだ、どうしようもねえ。私の知略が破れようと。ありがとうございます。
お顔の色が優れないご様子。こちらを使われてはいかがでしょう。ここは引くしかあるまい。さあ来やがれ。お前なんてひとひねりだ。ダメだ、どうしようもねえ。燃え尽くしてやる。収まったようだな。ご覚悟、白帝城に向け進軍を開始せよ。どれ、これで勝ったと思うなよ。敵将、加工玄城が討ち取った。
敵の船を近づけさせるな。何の、この船にも土砲があります。それを使って打ち返してください。進軍開始。押さえておきたい場所がある。動きが鈍ってきた。このままでは。もうダメです。
敵と狙い、ここまで来たか。いいだろう。ならば俺の全力で相手。楽しくなってくる。よし、これで中央を進軍できるな。工作部隊、正門破壊の準備にかかれ。いかん、貴様の命脈もここまで。この加工現状が引導を渡してくれるわ。この命は龍玄徳が大使のため、加工本貴様に触れてはやれぬ。これ以上の進行は許しません。さあ、ゴラ戦車部隊進みなさい。敵同士だし、しょうがないよね。じゃあ
これも本気で行くよ。ここに水泳がいる。何じゃ、せっかく結婚さらぬ。敵将、加工現状が撃ち取った。よっしゃ、やったぞ。にでつけねばな。あなたたちは通しません。これでも食らってください。曹操の世は見たくない。打弱ながら戦えるだけ戦おう。城内に入った敵を打ち払います。各部隊迎撃態勢を取ってください。この長方が相手だ。覚悟決めろよな。強靭さ、できればご教授願いたい。孔明、数奇な運命だ。俺と君はこうして戦うことになる。いえ、いただく主が違う以上、これは必然。さらに
お互い信じる道を貫くわしら。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。全てはランスの先、真の矢の部分。いざ竜玄徳、この刃に全てを託す。到底逆逆の豊、竜玄徳が相手となろう。セイクか、決めればいいのか。乱世にあまた輝いた星、わしの他に残ったのはお主のみだ。
何か言いたいこともあろう。わしに聞かせよ。民を休んじてくれ。ただそのために乱戦に立ったというのか。ただそれだけを願い戦ってきたというのか。しかと聞いたぞ、劉備よ。最後の英雄は倒れ、今ここに乱世は終わった。勝ち時を挙げよう。新たな時代の到来、天下に知らしめるのだ。